それでは再質問をさせていただきます。1の除雪排雪雪捨て場についてですが、中山間地におきましてはダンプカーだとかあるいは1トン車以上のトラックというのは通常は営業で使われてますので、これは当てにはなりません。で、現状では住民が農作業に使っている軽トラックによって自発的に排雪しているのが現状です。ベニヤ板などの囲いを自前で工夫しながら近所の排雪に貢献をしています。しかも軽トラは小型で四輪駆動なので小回りが利き機動力があります。個人所有の軽トラックを所有者の同意を前提に登録をして安全の保障やあるいは費用弁済を条件に活用を図るべきだと考えますが、お考えを伺います。建設事業部長。除雪路線以外の路線についての除雪排雪ということでいいかと思いますけれども、以前の議員さんの方で答弁もさせていただきました。市の方で助成金制度を作ってございます。それは地元の皆さんで持っておられます小さな重機でありますとか軽トラも入っているかと思います。そういうものに、を使ってですね、区長さんのもとにその地域の生活道路的なものを排泄等した場合にはですね、その費用の、ある程度の部分を助成していこうというそういう制度の中で、今議員さんがおっしゃったのは、地元のことであるかと思いますが、そういう形で全市内をやっておりますので、そういう形の中で一律の助成金の制度を持っておりますので、その枠の中でお願いしたいと現在は考えております。2番議員。確認ですけれども、これは事前の登録なしで、あの後の申請で良いということですね。建設事業部長。区長さんを通してですね、こちらに申請書が出てまいります。で、その後にですね、実績報告書が出てまいります。で、それによって最後清算をするという形でございます。ちょっと手元に資料がなくてあれなんですが、当然その実績報告によって確認をしないと当然支払いということはできませんので、いつどういう形で出たということをですね、確認をさせていただいて、支払いをするという形を取っております。申請する段階というのはですね、非常に今区長さんはじめ市民の皆さんも混乱している時期でございます。その時にもしその全部区長さんの段階でその車を拾い切れていないとか、そういうことは当然現場としては起こってきているかと思います。そのために実績報告というのを出していただいて、それによって確認していると、そういうことを行っております。2番議員。はい、議長。業者の排泄というのは大変ありがたいんですが、1回の降雪で1回ないし2回排泄をしていただくわけですけれども、こまめには行えません。業者の機械力を最大限に生かすために、排泄のタイミングを住民に知らせて、協力を得ながら効率的に行って、いただくことを要望いたします。これは要望です。集められた雪には砂利やゴミなどが混じっているので、捨てる場所は限定されます。また積み上げるために重機が必要となってきます。雪捨て場が指定されていないと河川や側溝に流してしまい、水害や水道水などに影響します。排泄は住民にとってはもちろん、奈良平沢などは観光客の安全にも大変重要です。狭隘な中山間地では平坦な場所は農地や宅地以外にほとんど河川敷しかないのが現状です。小規模であっても落差があって重機を必要としないような場所、そのような雪捨て場の確保が求められています。雪捨て場について、河川敷などの利用について何か困難があるのか、これを伺いたいと思います。建設事業部長。河川はですね、県の管理になってきております。それで河川法の中にですね、河川には、そういう有害になるようなものという分かっているものを投じることはいけませんよという、そういう規定がございます。ただそれは河川のそのいわゆるそのものでございまして、河川敷的なものとかそういうところについては明記がございませんので、当時としましても片石であるとか合原の方でですね、そういう形で承諾をいただきながらやっている例がございますので、そういう中でですね、七日地区でそういうこと可能性のあるところがあるのかどうか、
あるいはまた河川だけでなくてですね、他に公共的な土地あるいは公益的な社が持っている土地等でそういうところがないかどうかということについては、今後地元の皆さん、区長さんたちと相談してですね、必要な確保については検討していきたいと思っております。2番議員ということは、各自治体の方から申請をし、ここを指定してほしいということであれば、県の方との交渉などもやっていただけるということでよろしいでしょうか。建設事業部長。県の方とは窓口、私どもやっておりますので、例えばここをということが、もし地元であれば、当然相談に乗らさせていただきますが、県の方は河川法でございまして、その下には、奈良井の小用水の取水ですね、があったりいたします。で、そこに直接影響があることは当然、まずいという話が出るかと思いますので、その辺を、念頭に置きながらですね、県の方との交渉というのは必要かなと思います。2番議員、ぜひですね、非常に狭いところで雪が溶けにくい場所なので、ね、南北の谷ですから、ぜひそういうことを進めていただきたいなと思います。次に、古畑議員とのやり取りの中にもありましたけれども、通学通勤のために大勢の利用する歩道について、保護者も自宅の除雪がまず優先されますし、それから自分の仕事もありますので、動員されてもなかなか手が回らないと伺っています。また高齢化が進んでいる地域では自発的にはできません。自分の孫のためだといってもなかなか遠距離の除雪をすることができないというのが現状であります。道路の幅が狭い上に歩行者が車道を歩いているのを時折見かけますが、大変危険だと思います。歩道の排泄に委託や優先のルールはあるのでしょうか。小型除雪機で車道に放出をし、そしてそれを話題になっているロータリーの除雪車でダンプカーに吹き上げるという非常に合理的な方法を国道などで取っていますが、ぜひそのようなものができないか伺いたいと思います。特にエプソンだとか、あるいは私学館、都市大附属高校の生徒たちが、車道をですね、狭くなった車道を歩いているという姿は大変危険だと思いますので、これについての見解を伺います。建設事業部長。何回か答弁させていただいてきておりますが、今の現状は歩道等についてはですね、PTA や地域の皆さんの力をお借りしているということでございますが、他の議員からもいろいろお話がございました。そういうことも含めて、その人力で難しいところはですね、ある程度機械力を入れて効率よくやるしかないということはご自明の理でございます。その辺が、除雪機の10万円の補助がですね、少し安いのではないかという意見もいただいてございます。そういうことも含めまして、トータル的に今後検討していきたいと思っております。2番議員、今申し上げた大変大勢の方がですね、早朝通勤通学で通行するところは、やはり人力ではなくてですね、機械力で早急にやっぱり測るべきだと思います。これは要望です。1の括弧2番の跨線橋踏切についてです。高度経済成長期に急速に整備されたインフラの老朽化が進み、更新時期が集中する時期になってきています。アメリカの高速道路や日本の首都高速なども深刻な事態を迎えています。本市のレザンホールでも照明の更新期を迎え工事が行われていますが、音楽演劇業界では日本全国のホールが一斉に更新や閉鎖になる2016年問題が今話題になっています。更新最適化計画は躊躇せず実施しなければならないと考えます。跨線橋、跨道橋、踏切、ガード、そもそも鉄道が敷設される際に土地が分断されることを、補完するために設置されたものです。現在踏切内に外国人観光客が立ち入って写真撮影をするなど、危険な場面が多くなってきています。特に奈良井地区においては特急信濃に警笛を鳴らされるというようなことがですね、近所の方から言われています。警報機、遮断機のある踏切をきちんと整備すべきだと考えます。JR 東海、JR 東日本と真摯に交渉すべきだと考えますが、市の考えを伺います。建設事業部長。
今、具体的に奈良井地区のお話も出ました。私どもも非常に難しい課題を含んでいるところだと思いますので、少し解説をさせていただきますが、今ご質問の中にございましたように、旧国鉄時代からですね、近隣住民の皆さんが利用していた道路を後から建設された、線路によって分断されたというそういう経緯がございまして、踏切という名前ではなくて、作場道という言い方で、地域住民の皆さんが線路を横断できることになっているものが、現在、奈良地区に4か所残っております。ところが、近年、観光客の皆さんもそれを横断するようになったということで、今お話ございました通り、列車の緊急停止が増加していると。非常に危険な状況となっているということで、このような状況を回避してほしいという、JR の東海からの強い要請がございまして、地元においては、作場道を4か所を廃止して、その代わりに、踏切を1か所作るということについて、地元としては合意をいただいたという経緯がございます。ただ、これは踏切の新設に当たると。4か所廃止して1個を作るんですが、踏切の新設に当たるということで、JR 東海の見解としては、別の踏切1か所を閉鎖することが絶対的な条件だという、難しいことを言われております。国交省からも厳しく指導されているということでございまして、こういうことの中で、同じ地区にある他の踏切を閉鎖を考えましたけれども、市の水道施設や国有林へのアクセス道路がなくなるため、代替道路が必要であるという結論になりまして、それに莫大な費用がかかるということで、それが分かってまいりましたので、総合的に判断いたしまして、市内で JR 東海が管轄している踏切の中で遮断機がない等で危険であるような踏切、あるいは利用者が少ないなどの視点から閉鎖が可能な箇所がないかどうかという、そういうことも検討中でございまして、地元関係者との協議の場を設けて具体的に話し合いを進めていると、そういう形でですね、今そういうお話がございましたが、一つの例をとっても非常に協議が難しい案件であるということをまずご理解をいただきたい。また跨線橋の話もそうでございますが、非常にコストがかかるということはご理解をいただきたいと思います。それぞれ関係者が多いため、非常に難しい協議となっておりますが、鋭意努力をしております。今議員、踏切については、一つを作るためには一つ廃止しなきゃいけないという、事情は大変分かりますし、それぞれ必要があって作られているものですから、ぜひそれは慎重に検討していただきたいなと、私からも思います。それから仁江川の人道橋についてはですね、観音寺および朝霧の神社という、文化財にもなっているそういう施設の参道にもなっているということと、それから七軒町という集落の住民が、通学あるいは生活のためにですね、あそこを利用しているということで、早急にやはり工事に着工しないと、今人が歩いているときに落ちるかどうかという問題ではありませんけれども、もしコンクリート片がですね、剥落して落ちた場合、特急などに当たったらタイヤのパンクなどのような賠償では済まないという事態が起こりますので、ぜひ早急にですね、ご検討をお願いしたいと思います。次に移ります。2、生活環境について、括弧1、市内下水処理施設について初期沈殿物汚泥の検査と処理ということでご答弁いただきました。他の市町村の下水処理の工程の中に高度処理という工程があるんですね。私パンフレットを全部見させていただきましたが、市内の処理施設の中にはこの高度処理という項目はありません。本市の施設の中で高度処理が一体どのような作業工程なのか、そして本市ではなぜ必要ないのかということをお答えいただきたいと思います。もう一つは、イオン化など水に溶けた場合、これは沈殿だとか微生物では除去できないのではないかなと思うんですが、その点についてもいかがでしょうか。水道事業部長。議員、おっしゃる通り、市内の処理場におきましては高度処理は行っておりません。処理地、浄化センター、これ基幹施設でございますけれども、市内の9割方をそこで賄っている状況の中では、高度処理についてはですね、大きなそういった有害的な物質等もですね、除去できるような仕組みはございますけれども、当市においては
30年、もう供用開始から経ちますので、当時の建設の段階では、高度処理の扱いにはしていない建設をしてまいりました。で、有害物質が、イオン等がですね、水液に溶けてきてしまうという場合ですけれども、あくまでも先ほども説明の中で申し上げましたが、事業所の方でそういったイオン関係の有害物質、それは排水基準内に収めて下水道管へ流してもらう、これが原則でございます。ですから、あくまでもその原則限度内の範囲内の排出であれば、現処理場の中では十分に微生物で処理ができるということになります。2番議員。事業者が法令を遵守し安全な汚水を排出していること、大規模なメッキ工場だとか化学工場がないということが幸いしているという、そういう認識でよろしいでしょうか。水道事業部長。市内には各多くの事業所がございます。当然それの事業所によって扱う物質が違ってきます。重金属、金属、有機物質、あといろいろな物質がございますけれども、そういったものの扱う処理についてはですね、しっかりと事業所で処理をしていただいて下水道へ流してもらうということでございます。2番議員。